つむじというね、ちょっとヘンチクリンな歌と、はい、それからね、青空ブランコとね、2曲続けてお聴きいただきました。このね、今歌いました青空ブランコはですね、今年のになってからですね、CD をね、自主制作で作りまして、青空ブランコ、その他4曲入りでね、作りました。で、普段はですね、私たちこのライブハウスですとかイベントなどでですね、はい、歌わせていただくことの方が楽しくてですね、なかなか自分たちのこう作品を何か作っていくということにね、どうも無頓着になってたんですがね、やはり大変ながらもね、一つ何かものを作っていくっていうのはとっても素晴らしいというね、楽しいなということをね、実感いたしました。その中にもね、収録いたしました、今度はちょっと夜の雰囲気、銀の月。